やばい。えぐい、それは。はい、ということで前回追加でやっていきましょう。今、シクサーズ戦2連勝。難易度は殿堂入りで、このままやっていきます。さあ、ということで、ただいま2連勝中。もうこのままスイープいけたら行きたいけど、こっからはアウェイなんでね。しかも難易度は殿堂入りということで。ちょっと厳しい戦いにはなりそうやけど、頑張ります。さあ。ってことで、シクサーズ戦まではね、ちょっと、入りは温存しときます。まだ怪我やから。はい。いや、決めてきた。今日はマキシー入る日やな。さあ。盛り上がってますね。はい。OK。よーし。やっぱマキシー相手やったら、フィジカルで勝てるから。今日は中で勝負していいかもな。外じゃなくて。さあさあ。あとエンビード。いや、ファール、うお。早っ。こんな強かったっけ。今なで殿堂入りの難易度が。いきなり6点。マキシに決められました。これは、まずいですね。さあ。はい。さあ、名刺も。いっちゃえ。ナイスパス。いや、マジでうまいキックアウト。ナイスリバウンド。3秒ならへん。オッケー。ナイスナイスナイス。さあ。でも今でもこれ2連勝してるからね。カイリーはまだまだ温存しておきます。よし。さあ、来い。大丈夫か。きついな。やっぱダブルチーム行かなあかんけど。ちょっとマキシが怖いから、話せんかったわ。さあ。さあ、ケディ。開いた。ファールになるか。ちょっとエンビードが怖かったね、さっきの。さあさあさあ。ナイス。さあそこの、さあリバウンド。オーケー。さあ、ケディ。さあ、ベンシも開いてないか。いける。オーケー。ナイスナイスナイス。やっぱポイントガードをベンシもやったね。当たり負けせんからいいよな。さあ、でもリアルのベーシモはね、今なんか変なことになってるから頑張ってほしいですね。おっと、俺のファウルか。さあ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 。いや、これはめっちゃいい勝負になりそうやな。どうしようか。はい、 OK。空いてます。どんどん中で攻め込んでいきましょう。やっぱマキシ相手と押し込めるから。うわっと危ない。さあさあさあ。いや、空いた。リバウンド。OK。さあ、ティジオン。ナイス。よし。やば。さあ、同点。相手ハレル来てますね。さあ、うわ、悪い。オッケーオッケー。危ねえ。さあ、交代、第2交代いきましょう。さあ、31対37負けてますね。さすが最高難易度。そう簡単には勝たせてくれん。はい。おっと、ナイスリバウンド。さあ、ティジオール。ケディ回して。さあ。開いた。オーケー。さあ、メルトン相手も、体格的に勝ってるから。
どんどん一応さあこさあテイクオーバー焦らないうちに使っとこう。さあこッケー。さあリバウンド、さあベンシモン、さあどうしようか。うわっとうまい、ナイスアンドワン。さあ安定に外すと、まあ大丈夫大丈夫。おっとマキシ、うん、そのカッティングうざいな。オッケーオッケー。さあベンシも燃えてるね。じゃあスクリーンかけてあげようか。はい、こうなったらもうメルトンには止められんよ。フィジカル的にきついよな。さあベンシも今日10得点調子いいね。さあナイス。さあどんどん点差縮まってきてる。さあそこのエンビードのスクリーン気をつけて。いやファール、マジか。さあく決めてきましたね。マジか。まあまあいいでしょう。戻してさあ戻してさあ3、うん、惜しい。さあ戻る戻る。いやファルか。やばい、えぐい。それはそれはえぐいって、その推移はやばってことで逆転。よしよし、さあいけるぞ、ついに逆転。このマイク今日マジでさっきの調子よかったかも。ごめん、やばい。ナイスブロック、それやばい。ナイス、オッケーオッケー。さあ交代ってことで前半終わりかな。よしよし。さあ前半は何対何ぼや。63対60、結構ハイスコアなきゃ。オッケーオッケー。プラスは8。さあまたマキシーか。これもエンビードがおらんかったらこういっちゃって、うん、でもエンビードが来るんか。はい、戻して、ナイス。うんと、さあクラクソンいけれろ、ハーデン相手。マジか。さあでもまだ勝ってる。オッケー、ナイスブロック。よしよし、いけるぞ。さあもう好き勝手やらせる。大丈夫か。いやごめん普通に勝手がされたわ。くぅ、ちょこまかしやがって。開いた、オーケー、ナイスナイスナイス。いやーやっぱ今日ベンシも調子いいな。さあ ID がシューティングガードでもいいかもな。得点集中させてベンシもがポイントガードでいいかもしれん。前でベンシもシューティングガードしてるだけだ。くっ、まず移動点。大丈夫大丈夫。さあもどしてスクリーンかけたいけど、いけ、オッケーな、リバナイス。
さあさあ、練習は今日18得点か、素晴らしい。さあこ、今日マキシ当たる日やからな。外持ちも警戒。うん、ファール外せ。うん、めちゃくちゃいい勝負や、これを望んどったわ。さあ、いや無理か、危ない危ない。よしよし、はい、腹のオペにしよう。俺ポイントフォワードみたいになってるから、フォワードと言いながら。ナイス、素晴らしい。いやーシンプルやけどいい攻撃。さあピックアンドロールからのね、あの攻撃あんませんかったから、ベンシも全然効きそうやな。うまっ、クソうまいんやけど、あんなんついていへん、早すぎて。さあまた名刺巻いて、オッケー。さあ、うん、オッケーオッケー。さあじゃあ俺今から、今は最後行かせん。さあヘルプ頼む、俺が行く。クソハッ、うん、ちょっとローテーション見せたら。さあさあさあ、で俺がピックアンドロールからのこれね、行ってもいいけど、今まで俺あんまなかったよ。やばい、ピックアンドロールからのねゴールに向かうのあんまなかったから、今まで外に開いてばっかりやったけど、中に行ってもいいかも。はいはい、落ち着いて、大丈夫大丈夫、まだ全然いける。さあはい、 OK。 さあスクリーン、さあマキシ相手やったらいけるよ。はい、開いた、 OK。 危ない、さあ交代ということで第4クォーター行きましょうか。さあ第4クォーター4点差で負けてますね、まずいまずい。さあマキシー気をつけて、カッティングもあるからね。 OK、 ブロック、よし。さあベンシマ行っちゃい、開いた、素晴らしい。さあさあさあ、練習も21得点、素晴らしい。さあこれカッティングさせんよ。さあ今はハレルか、いや MB でもおる、ハレルかパワーフォワード、いや日本決められました、まずいね。さあどうしてスクリーン、オッケーオッケー、ナイス、うまい、これはめっちゃいい勝負、ナイス。さあ2点差、そこは相手あんまり離してちょっとカッティングされんよ、もらったら詰める感じで。さあそれはやばいな、うん、なかなか追いつけ。さあ試しも大丈夫か、はい、うん、戻そう。さあダブルスクリーン、ナイス。さ
さあここから一気に同点まで行きたいけど、ディフェンス大事。さあさあさあ、エンビード持てるの怖いな。あ、まっすぐ行こう。消えないで。よし、いいや、リバウンド。おーっと、ファール。さあ、なかなか4点差から。追いつけ。さあ、どうする。さあ、KD 休憩。なので、渡辺選手入ってきました。はい。下3。いいよ、よし。さあさあさあ、行かせんよ。うん、ファールか。さあ5点差、6点差か。大丈夫大丈夫、まだ時間。はい、オッケー。クラクソン、ファールオッケー。さあ攻めて1本、ナイスナイス。さあ5点、残り6本か。全然いける。さあカッティングいかせんよ。ちょっと待って、ナイスのリバウンド。オッケーオッケー。最近開いた、いける、ナイス。よしよし。さあ今日もアシスト6。さあ3点差、追いつけ。さあリバウンド、 OK。 さあ落ち着いて、ここ落ち着いていこう。はい、からの2。うおはは、えぐいって、それは。さあ、渡辺選手9得点。あそこで決めきる度胸、素晴らしい。さあ、渡辺選手が得点してんの、マジで。ほんま初めて見たかもしれん。今まで俺が出てない時間帯にずっと決めてたから。まともに見たら初めてかも。さあ、スクリーン来んなよ。さあ、1点差。残り5分。 OK、 よし、 OK。 さあここで、じゃあごめん。変なパスしてまった。 OKOK、 切り替えて。さあさあさあ、切り替えていこう。よしよし。さあそこのスクリーン、いやそれリーガーちゃうか。大丈夫大丈夫。さあ TJ、 これ OK。 ない今。さあさあさあ、よしよし、落ち着け。うん、体力ない。一旦戻して、さあ3秒、おお1秒。うん、残り1秒。いや、きつい。戻る戻る。オッケー、間に合った。いや、ははマジか。間に合ったけどな。よしよし。さあ、KD、故障か。でもまだいい。オッケーオッケー。一日やから大丈夫大丈夫。軽い気がやな。だから渡辺選手出てきたってことか。さあ行かせんよ。残り3分。 OK。
大丈夫大丈夫。サリバンド行かせん。OK、 ナイスディフェンスやろこれは。はい、名刺も行け。ナイス。さあ残り3分、やっと追いついた。さあ、あでも KD 出てきたね。明るい気合いだから大丈夫ってことか。でも無理せんといてほしいけど、まあ、残り3分から渡辺選手はちょっと重荷やかな。プレッシャーがかかるからしゃあないか。さああとリバウンド1個でダブルダブル OK。 でも勝たないといないから。はい、さあこれはちょっとダメ。スリーのつもりやったけど。さあ残り2分。OK。さあここ蹴り。みんなあかんか。ちょっと待て。あぶね。スリー打たれんとこあった。OK。さあさあさあ。残り2分。ちょっと。あ、危ねえ。オッケー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 。あぶな、俺先輩なりかけた。よし、アンドワン。さあ、ナイス。3点差。これはでかい。ナイス、ベンシモ。今日はお前がヒーローや。勝ったら。サイミード、ダブルチーム。ナイス。さあさあさあ。ナイスナイス。ないでないで。よし、リバウンド。オッケー。さあ、落ち着いて。時間ゆっくり使っていこう。よし。戻して、さあ今日はメシモが当たってるからいける。うん、もしさすり気をつけて。いやごめん、入ってまた。うん、ごめんごめん、ちょっとスリーに重点注ぎすぎってこと。さあ1本決めて。はあ、そりゃきつい。さあ俺ハーデンきついな。やめてよ、ごめん。ナイス。うん、ファール。マジか、まあ、やめて。1本外してじゃないと大変なことに。うわあ、最低さ、まあ、ここで決めなきゃ男じゃねえ。ナイス。ここでの KD は役立ちすぎ。さあ残り19秒、ここ絶対守るぞ。時間いっぱい使ってくるか。いや、ファール。マジか。頼む。頼む。外して。くっ。いやー、きつ。マジで緊張する、これ。最後、俺でいけるかな。KD に任せて。いけるか。ドゥアハハハ。いやーごめん、ちょっと俺邪魔やったな最後。いやーでもめちゃくちゃいい勝負やったか。あか
ということで、今日の渡辺選手のスタッツの、今日ベンシモン 26.10 リバウンド。あれが14得点、12アシスト、2リバウンドで、9得点。いやー、今日はマジで激アツの戦い。2勝1敗か。ということで次回、頑張ります。